はいどうもバイス TV です。真夜中の無編集動画話していきたいと思います。今回はですね、無編集の雑談ということでメイトバイクの話の延長戦になります。この1個前に出した動画、メイトバイクもう完全にクラファン勢ダメだみたいな動画出させていただいたんですけども、ちょっと僕の中でね少しやりすぎちゃったかなみたいなのもありつつ、実際問題ね、困ってる人たちがいっぱいいるのは SNS 見ててもよくわかるので、その辺はね少しでも何かお役に立てたらなという気持ちもあって、動画を出させていただいております。ただ僕自身支援者じゃないので、もし支援者の方でいやいやここ大丈夫だよとか、もしそういうね何かこうプラスアルファの情報があったら、ぜひもう Twitter の DM でもコメント欄でもどの動画でもね僕の管理画面で見ればねすぐ一番上に上がってくるので、過去の動画にもコメントしていただいても全然構いませんし、もしできればね情報をもう少し集めたいなと思っております。調べれば調べるほど結構やばい話だなっていうふうに思ってて、で日本の代理店というか会社チームメイトっていうんですか、で日本人のね代表者もちゃんといて、でショップも日本人スタッフも何人もいて、あと日本の自転車屋さんサイクルショップが正規代理店もそういう契約をしてね実際販売もしているというようなこともあってですね、その辺は非常に安心してはいるんですけども、その一方で何ていうのかな、こう下せないのはですね、結局メイトの本国サイドは分かってるというか、要は過去にアメリカだったりヨーロッパだったりでクラファンで、メイトバイクの支援させて、で数週間で届くよって言いながらもう1年以上待たせたみたいなトラブルが過去にあったにもかかわらず、ね、それ海外では当たり前だっていう話じゃないです。それはそれトラブルになってます。当たり前じゃないですからねそんなのね。でそんなことがあったにもかかわらずまた日本でも同じことやってると。で僕がねすごく気になるのがそのクラファンの運営、どういう立ち位置の人がどういう目的でやってるのかっていうのはねはっきり知っときたいですね。でこの話に関してはまだ全然届いてないということもあるので、なるべく情報を集めてね、今後の注意喚起にもなると思うので、このまだ引き続きね自分のチャンネルで発信していこうとそういうふうに思っております。クラファンとかでよく見かけるのが中華製の良くない、中華製のしょうもないやつ、電動自転車にしろ別に洋服でも何でもいいんですけども、ガジェットでもね何でもいいんですが、中華製のしょうもないやつをブランド名作って新たに開発された新商品と見せかけてクラファンなんかで高く売る手法っていうのがね結構流行ってるみたいですね。僕も結構広告見ます。で支援した後でもうそれとそっくりで全然安い商品を中国のサイトで発見したみたいな話もありますね。だからねあんまり金儲けの手段になってしまうとこういうことが起きてしまうんですよね。でクラウドファンディングってそもそも僕自身全然やらないのでどうなのって昔から思ってる側の人間なのであまり詳しくもないんですが、そもそも僕のイメージってなんか投資みたいなイメージがあったり、でも投資だと会社のことちゃんと調べますよね。いろいろ決算見たりとかするじゃないですか。僕自身も投資家なので、その辺はしっかり見るわけですよね。もう得体の知れないとこに自分のね大切な資産を預けないですよ。その一方で例えば、クラファンってカンパみたいなニュアンスも結構あって、例えばポルカっていうのご存知ですかね。もう少しねキャンプファイアよりも少額でできるクラウドファンディングサービスみたいなのがあるんですけども、もう極端な話、例えば女の子が、もう仕事したくないんだけど、ちょっとディズニーランド行きたいからポルカでお金支援してくれませんかみたいな、もうある種のなんだろう、もう物乞い行為みたいなね
話になってくるんですが、そういうのでお金集めてる人がいたりとか、ね、なんとかチューバーのスパチャみたいなのも多いですし、ちょっとよくわからない時代にはなってきてますよね。オンラインサロンをやってるような人が、例えば財布忘れちゃったから今ポルカで支援してくれる人募集しますなんて言ってタクシー代もらったりとか、もうでリターンはなんかありがとうって言いますぐらいなもうわけわかんないやつとかいますよね。あとはさ、例えば夢を売るパターン、例えばホリエモン の, あの宇宙のロケット飛ばす案件でね、ロケット発射ボタンを押せる権利100万円ですみたいな、いや100万円でやってたか知らないですけど、そんなようなのをやってるんですよ。でそれもまあ そこに価値が、100万円の価値があるのかどうかっていうのは支援する側の判断ですから、あの別にダメではないんですけども、あと例えば西野なんとかさんみたいな、まあある種完全にその信者からのお布施みたいなパターンもありますし、まあ、今の話は置いといても、まあ、注意事項、僕も今回メイトの話でね、非常に勉強になったんですけども、初期のメイトバイクの僕の動画では語ってなかったんですが、もうリターン、まずクラウドファンディングってキャンプファイヤーとかポルカみたいなそのプラットフォームがありますと、あとは、起案者がいて、そして支援者がいると、まあ、大きく分けてその3つの立場がありますと。非常に勉強になったのが、リターンっていうのは要は分かりますよね、メイトに例えるところのメイトが届く、それがリターンですよね。でリターンの履行管理については起案者、ね、そのお金集めてる側に一任してると。クラファンのプラットフォームの規約的にも起案者と支援者との直接的な売買契約なんですよと。プラットフォームはあくまでその仕組み、決済代行だったりとか、コメント欄の機能だったりとか、受け付けたり締め切ったりするその辺の機能でしかないんですよね。まあこれは何でもそうです。例えば通販サイトで届きましたよと、メルカリでも何でもいいでしょう。メルカリで買って、実際買って、評価も終わって入金支払い終わりましたと。でもその後なんかとんでもないトラブルがあったとしますよね。なんか爆発しちゃったとかそうなった時ってメルカリサイドは別にもう何もできないんですよ。買った人と売った人とのやり取りになるから。あとデジタルコンテンツなんかもそうですね。例えば YouTube で僕がじゃあ YOASOBI の、曲を勝手にアップしたとしますと、そうするとソニーがこれうちのだよって申し立てしてくると。でそれに対して僕がね頭おかしかったら異議申し立てするじゃないですか。そうすると、YOASOBI サイドはいやいやおかしいよって言ってまた再審査してくるとみたいなやり取りがあるんですけども、でもそれって明らかにじゃソニーサイドのものっていうのはもう日本国民全員が分かることじゃないですか。だけど僕がいやこれ僕のですよってもう頭おかしいふりしてこれ僕のですよってやれば、 Google は、ね、YouTube やってる Google は、まあ、何もできないというか、それ当事者同士で、やり合ってください、そういう立場なんですよ。だからねプラットフォームにあんまり依存できないので、お金出す側は特に、まあ、集める側も あんまり安易にやんない方がいいと思うんですけども、お金出す側は本当にしっかりと起案者の身元を確認するというかね、そういう必要があるんじゃないのかなと思いますね。本当クラファンっていうのはプラットフォームっていうのは本当にもうただのプラットフォームなんですよ。だから規約的にもね、起案者と支援者との直接的な売買契約でしかないと。何かあってもトラブルは原則当事者同士だよということであります。メイトバイクに関してはね、引き続き注意していこうと思っております。で僕自身も実はね一度もこの乗り物自体に関して批判的なことは言ってないんですよ。実際乗ってねいいもんだなと思ったから僕も欲しいなって思ってるし、あとねもう一個ねちょっとついでにお話しさせていただきたいんですけども、メイトバイクに限る話じゃないんですけども、そっくりなものが
安く売ってるんですよ。さっきのね、その中華製のしょうもないやつをブランド名作って新商品と見せかけて、高く売る手法が流行ってるみたいな話しましたけども、そっくりなものだから安く買える、だからそれ買えばいいじゃんっていう発想は本当気をつけた方がいいです。結局それも身元がしっかりしてるかどうかっていう話なんですよ。高いものってなんで高いのかっていうのを考えた方がいいんですよね。例えば日本でしっかりと、ね、法人作って代理店作ってそれなりにコストかかってるんですよ。だからそこが売るものは高くなるのは当然なんですよ。その代わりいろんな意味での保証だったりとか、まあお客さんからすれば安心感につながってくるわけなんですよね。その後のねサポート体制だとかそういったところにはすごいコストかかるんですよ。なので、あんまり安いものに飛びつくっていうのは良くないと思いますよという話です。はい。あとはね、とにかくお金出すんだったらしっかりと、支払う先の正体知っといた方がいいですよね。最近多いのがねコロナを理由にねしがちな人が多いんですけど、もちろん影響はゼロではないのは分かるんですが、コロナ禍においてもですね別に製造業普通に物作ってたりとか、あと、まあ、輸出入はね普通に止まらず、路地の部分で言うと動いてるわけですよ。だから何でもかんでもコロナのせいにして延期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 みたいなのはもう完全にアウトなんですよね。それコロナのせいじゃないでしょって話なんで、まあ、ちょっと話がねあっち行ったりこっち行ったりしちゃいましたけども、とにかく少しでも多くの方たちの、まあ、注意喚起になればなと思いました。ということでご視聴ありがとうございました。